あれか。そう、あれがこの楔全体の力の流れの要。あれズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナの技術の。なんだ？
ない。戻れ。リメル、お前泣いてるのか。あんただって、聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのはその声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。ビエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンベルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろ。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かねリンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしももしもだよ、それが私の血のおかげだったら。ごめん、変な話しちゃった。さあ早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。そっか。あ、なら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？